お、大きな帆を立てて、あなたの手を引いて、荒れ狂う波に揉まれ、今すぐ風になりたい。天国じゃなくても、楽園じゃなくても、あなたに会えた幸せ感じて、風になりたい。何一ついいことなかったこの街に、沈みゆく太陽を追い越してみたい。生まれてきたことを幸せに感じる。かっこ悪く立ていい、あなたと風になりたい。何一ついいことなかったこの街に、涙降らす雲を突き抜けてみたい。天国じゃなくても、楽園じゃなくても、あなたの手のぬくもりを感じて、風になりたい。天国じゃなくても、楽園じゃなくても、あなたに会えた幸せ感じて、風になりたい。はい、こんばんは。今夜はね、風になりたいと思いました。ああ、おすさて、ちょっと YouTube ライブ。今日はね、遅くなっちゃったね。ああ、今日も YouTube ライブやりたいと思います。さあ、疲れた。夜明けて普通だからね。今日はちゃんとローカルのやつね、消さないとね。昨日、消し忘れてたね。じゃあ、葛飾の生存確認。葛飾の、生存確認で、2018年、もう11月になってんだよな、早いね。11月、1日、気分は1日だから、1日、深夜ね、1日、木曜深夜、木曜深夜、ああ、こんなんでやろうか。はあ、やろうか、ちょっと、今日も入ります。あ、ちょっと、ちょっと、ゆうべは電気そこ。今日もう、それからさ、レトルトのさ、ローソンストアで売ってるレトルトの100円のもつ煮込み。あれ、パックな。今、湯煎してる。やろう。悲しみに出会うたび、あの人を思い出す。こんな時そばにいて、肩を抱いてほしいと。慰めも涙もいらないさ、ぬくもりが欲しいだけ。人は皆一人では生きてゆけないものだから、虚しさに悩むしは、あの人を誘いたい。一言も語らずに同じ歌歌おうと、何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる。人は皆一人では生きてゆけない
ものだから何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる。人は皆一人では生きてゆけないものだから、生きてゆけないものだから。はい、こんばんは。今夜はね、フライを歌いました。2018年11月の1日木曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようさりげなく生存確認の一環として、こんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。ああ、今日はね、終電返しでした。まさに終電返し、終電返し。高砂0時10分に乗って、1日ちょっと前に着いて、今日も全部見せてしまってたな。ローソンストアで買い物してきた。どうも、ヘイさんどうもね。ケイトさんどうもね。ありがとうね。翔さんありがとうね。ああ。そんで、ご飯はこれからよ。ちょこっとね、もう遅いけどさ、お腹空いてるちょこっと食べたいと思いますね。よかったでしょ、どうもね。あ、こんばんはね。昨夜ローカルの方をね、消すの忘れてたね。あ、どうもね。あ、どうもね。どうもね。玉木田さんどうもね。今夜触れ合う。じゃあもう一回触れ合いだろうか。これはね、山川さんの作詞、作曲家泉拓さんかね。悲しみに出会うたび、あの人を思い出す。こんな時、そばにいて、肩を抱いてほしいと。慰めも涙もいらないさ、ぬくもりが欲しいだけ。人は皆一人では、生きてゆけないものだから、虚しさに悩むしは、あの人を誘いたい。一言も語らずに、同じ歌歌おうと、何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる。人は皆一人では生きてゆけないものだから、何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる。人は皆一人では生きてゆけないものだから、生きてゆけないものだから。そうだね、僕は何気ない心の触れ合いか。僕が感じるあれだ。いいね。あれ、ソープランドで女の子がさ、今度来るとき指名してくださいねって何気ない一言がいいね、僕は。あれ好きだな、あれね。今度来るときは指名してくださいねって言うでしょ、あれ。女の子がさ。そんなに僕はね、幸せ、ね、いい感じになりますね、その時。さて、あ、そう、もう遅いんで、お酒は軽くね、ちょこっと飲もうね。ちょこっと飲んで、まあ、そんな飲まないけどね、もう遅いからさ、どうもね。ご機嫌でちょこっとね、飲むか。じゃあ持ってこいよ、もう、はい、今夜はね、ちょこっと飲んで。焼酎ハイボール飲もうかな。焼酎ハイボールをちょこっと飲んで、宝の焼酎ハイボール。もうツイッターさんは見ないんだよな、僕はな。めぐみさん、何知らない、めぐみさんって。知らないじゃん。
僕見ないから分かんないもん、そういうの。ごめんね、あんま。他の、昨日恥ずかしかったな。萩間さんの動画見てたね、僕ね、あれ。萩間さんのね、あれね。あれ、ライブ終わった後ね。萩間さんもね、光ソンで見てたからさ、死んだ気味が、それで結構見てた、萩間さんの動画。集まり持ってくんです。会議じゃない。そうなんだ。何会議で、弊社なんでしょうかね。会議ってどういう書き込み？あ、そうなんだ。もう寝るよ。だってもちろんもう2時過ぎにはもう終わろうと思うんで、もう仕事ね、終わりますよ。2時過ぎには終わる。今日は簡単なもんってことで。よし。これだ。ローソンストアで100円で売っている。あ、落ちちゃった。大丈夫かな。はい、ローソン、大丈夫。これね、ローソンストアで100円で売っている、この、もうこれを湯煎するだけのやつで、これを、これタイマー、まあずっとこれね、これだけで。もう夜遅いからさ、味噌味か。ああ、ほんと、うわ、簡単、安いもんだから。100円だからね。持つって言ってもこんなもんだ。100円だから。100円だからこんなもん。100円だもん。100円だからさ。100円のこんだけね。でも、人参大根。ツイキャスは、見るけどさ、あんま見ないんだよね、見れるけど。これで物悲しいんでね、半熟卵買ってった。とろり半熟卵入れると、このとろり半熟卵ね、これじゃ寂しいんで、このもつ煮込みの半熟卵。とろり半熟卵、とろり半熟卵。まず2個。半熟卵。うまいじゃん。そうなんだ。あ、いろんな人見る。僕は見ないんだ、もう。他の人のと見ないんだ、ほんとな、あんまり。余裕ないんだよ、他の人の見てるの。他の人で見るのはね、あれ、YouTube でさ、1号さんとかさ、尾上さんとか、萩島さんとかさ、そんぐらいだな。あと、ベクゾーさんとか、あと、カブパパさんとかさ、その辺のばっか見てて、あんま、見てないよ、僕、そういうの。よっさんとかってよく言ってんだ。よく知らないよ、僕。そういうの見てないやもんな。わかんない、僕。名前聞くけど、見たことないからさ。あと、最近の、ほなちゃんとかって言ってたね、ちょっと前で。僕、全然わかんない、見ないから。半熟卵。崩して。でもね、
しかも中二神安い100円で売ってるこういうやつで、コンビニは買うときもあるけどね、ごめん、だから朝ごはんで食うかな、朝で町田に行ってさ、コンビニの前通るの、そこで買ってそれ食べて仕事行く感じだ。夜勤になると楽だよな、ほんとこの家はさ、親が残りあれて立つところだから夜勤になるのは楽だ、ここね、だからできるんだ、この家夜勤かかんないからさ、この知ったってさ、もともうね一人だから大したことないしね、こっちで買うとつないから、でもうまくいくよ。もうすぐ文化の日だもんね。11月文化の日とその時土日。休みだったら、テント敷くぞ。テント泊行くぞ。テント泊。あ、おはようだよ。これから寝るよ。よかった。テント泊よ。テント泊。釣れるぞだけど。そういうことだけど、あ、まあ、もやっぱ安いからね、やっぱ動かないし、100円だもんな、そりゃそうだ、100円だもんな。普通居酒屋でもつ煮込み頼むと400円前後するもんね、大体。まあそれなりの、だからそれなりの具があって、こんなもん100円の汁ばっかだよな、ほんま。まあ安いからね。ああ、でもよかった。明日だから帰る、うまく。着替えよ、大丈夫よ。他の話も反応するよ。これ十分で、今日はこれでおしまい。うん、ライブ配信もあったけどね、あれね、ローカルでずっと録画しっぱなしだったんだ、あれね。うん、ああ、はい、お待ちいただきました。いや、こんなもんで。遅いからね、今日はな。終電では疲れちゃうな、終電。あ、別に結婚したくなる人が現れないんだよな、まだね。現れたらいいかなと思って。結婚した人がまだ現れないんですよ。結婚した人が現れなくてさ、現れたら結婚すると思うけどね、そりゃそうだ、誰だそうだあれとそうだ、あれもそうかもしれないね、あの人もそうみたいよね、あれ目覚ましテレビなのを使っていうアナウンサーもそうじゃん、あの人もね、結婚した人が現れなかったみたいな、そのうちの60過ぎだったもんね、あの人ね、あの人もすごいよね、僕なんかと聞かって学歴もあったあの人、それなりのアナウンサーなのにさ、独身なんだもんな、あの人ね。面白いなと思って。ねえ。そうだ、あの人、僕より二回ぐらい年上なんだね。60代半ばだもんな、あの人ね。
どうもね。そうね、今日しないようにしないね。まあ、生存確認の一環だからさ。こんなんで。でも、ほんと寒くなったね、まあ、19。でまだだから、町屋のトレンド沿いはさ、あれ、まだ、一応はね、記録なんないね。普段かな、あれ、そうかもしんないね、普段と思ってもいいよ、確かにさ。そうだね、拝島さんとかね。消してなかったんだよね、あれね。消し忘れるかもしれない、ね、ローカルのやつね。あれ、カメラのやつ、あれ、Windows の付属なんじゃ、カメラ。あれ、消してなかった、あれね。そうね。別に、嫌いでも、特別でも、あの人あんま、僕の見る番組出てこないとかな。特別興味あんまないな。特別嫌いでも好きでもないかな。嫌いでも好きでもない。はじまさんよく見るはじまさん。あれ、光さんの心からずっと見てたからさ。はじまさんって知ってる、あれ、吉本の人ね。いい感じだね、でもね。今日は、でも何回これで、じゃあ、もう一本飲んだんだな、焼酎ハイボール。今、2時、ちょっと、今、おじ、今夜はね、木曜深夜だから、おじや始まってんだよ。堀口君って誰？堀口って。誰？ごめんなさい。全然わかんない、堀口って。だからならないように気をつけるからね、大丈夫よ。ならないようにしようね。寝ちゃったね。いいかね。堀口、わかんない。堀口元気って言っても全然わかんないよ。全然わかんないよ。いや、僕の見る番組出てこないのかもしれないね。わかんない。堀口元気って言っても、ピンとこないな。全然わかんねえ。気をつけてね、ごめん、ありがとうね、翔さんね、どうもね。でもこうやって生存確認できるのはいいことだね。生存してからさ。生存確認の一回よ。え？そう？わかんない。元気ってやるなんか漫画だな、キャットってなんだっけ、あれちゃわかんないな。漫画見ながらわかんないよ。全然わかんない。あれと一緒だ、僕。朝、生島さんのラジオ聞かない人に言ってもわかんないのと一緒だね。生島さんのラジオね。面白いね、生島さんのあれね。すごいよね、息子のこと売り込んでんのね、なんか30過ぎてもパッとしないからさ。言ってない、いつも。そりゃすごいな、本当に大変だよな、あれ。生島さんの息子、もう2人とも、まだ結婚してないわけだな、あれ。
人のこと言うだけどな。でもね、生島さんがもう稼いでるからね。だからバンボか。大変だけどね。まあでも67だもんな、生島さんもな。ああ、すごいな、考えた。早いな。67だ、生島さんも。でもあれ本当、生島さんの毎朝のラジオはさ、気象予報士の女の子との絡みがいいんだよね。本人もすごい楽しそうなんだもんな、聞いてるとあれ。ね、女の子、大体女の子だもんね、ずっと気象予報士。多分、ちょっと初めの頃は男もいたんだけどさ、もう数年前からもう女の子だけだもんね。気象予報士ね、あれね。面白い。まあ聞いてる、よかったね。面白いあれ。ああ、でも、Q4 の人はあれ、5時半からなんだよな。東京は5時からだけど。すごいあれ。すごい楽しそうなのわかんない。女ライトを聞いてると。生島さんと予報士の女の子との絡みがさ、楽しそうに喋ってんだ、あれな。あれ、ほんと面白いよ、聞いてると。もう生島さんの番組はあれが浮きだと思うよ。気象予報士の女の子との絡み具合ね、あれ。あれが本当、あの番組の面白さだと思う。どうもね。いきますか、どうもありがとうね。あったね、あれ、都電のね、停留所のとこであっちゃった寝てたのね。全然わかんない。ドラゴンゲートって聞いたようなこともあって、あんまわかんないな、何かで、ね。まあ、僕そういうの見ないからな。ちょっと今日は、今週はこれ一本で、じゃあおやすみなさいね、もう遅いから。おやすみ。また明日ね。また、明日どうしようかな。もし土曜日仕事、土日休みだったらキャンプに行くんでね、土曜、帰らないと思うんで、だから金曜はさ、もし土曜休みだったらね。だから金曜、だからその時は町屋からやるからね。土曜日は山行く。また明日ね。明日仕事から帰宅次第、おやすみなさい。どうもありがとう。あ、終わりました。完了。終わった。終わった。で、最後こっちの。ああ、疲れた。で、こっちも今日は終わろう。あ、最後こっちで何歌おうか、最後はね。最後これ歌って終わろうか。僕は人生に首なし歌って終わろうか。鏡に。歌詞間違っちゃった。我が人生に組み出して終わります。鏡に映る我が顔にグラスをあげて乾杯を、たった一つの星を頼りにはるばる遠くへ来たもんだ。長かろうと短かろうと我が人生に悔いはない。このように歌があればこそ、こらえた涙幾たびか、親にもらった体一つで戦い続けた気持ちをさ、右だろうと左だろうと我が人生に
悔いはない。桜の花の下で見る夢にも似てる人生さ。順で行こうぜ、愛で行こうぜ、生きてる限りは青春だ。夢だろうとうつつだろうと、我が人生に悔いはない。我が人生に悔いはない。ではまたね、今日この辺で終わります。また明日。ではまた。